YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、これ気になってた方多いんじゃないかなと思います。スズキエブリワゴン、そしてハイルーフ仕様の今日は4駆モデルをご紹介したいと思います。最近ね、やっぱりコロナ禍以降ですかね、こういったこう車を趣味に使う方が増えてきて、まあ、アウトドアだったりキャンプだったりね、まあ、釣りだったり、まあ、いろんな使い方皆さんなさってるみたいなんですけども、ググッと乗りやすく進化しておりますので、そのあたりをご紹介したいと思います。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が3395、全幅が1475、そして全高がこちらはハイルーフなので1910になります。ちなみにノーマルルーフは1815なので、まあ 9.5、はい、背が高いという形になりますね。 9.5 じゃないか、95って言った方がいいかな、この言い方だとね。95ミリ背が高くなりますね、そういった、形でございます。なのですっごい背はね高いですけど、私が横に並ぶとこれぐらい、まあその分ね、中でいろいろ工夫したり快適に過ごすことができると思います。でこのボディカラーなんですけれども、こう新色モスグレーというやつなんですね。最近ね、世界的にねグレーが流行りなんですよ。なのでね、こういったグレーのモデルを今回追加したということですが、今回ねもう一つインディゴみたいな色も新しく追加されてますね。っていうのはね、ちょっと前までもうこの手の車って白あるいはシルバーだけだったんだけど、ここのところこういうね色味のある車のニーズがものすごく増えてるらしいんですよ。それでねこういった色を追加したということなんですけど、確かにねこれなんていうの、ちょっとこういろいろなカスタマイズができそうな色でかっこいいですよね。アウトドア風でもいいですし、なんかいろいろおしゃれにいけそうな感じがするな。はい。そしてまあ顔ですけれども、まあ顔周りはまあお目目が大きくですね、でここにフォグランプなんかもつきまして、まあ黒がねこういうところ入っていて、まあ、ここはシルバーですけれども、全体的にですね背が高い車なんだけれども、あんまりこうなんていうの、背が高くて落ち着かない感じにならないように、ちょっとどっしり感があるようなこのバンパーになっているのが特徴かなと思います。よくねワイド&ローって言いますけど、これワイド&ハイでございますね。こうちょっとドシッと感を出している、そういったデザインが特徴です。で横に回ってきていただくと、こちらはですね、タイヤは1656014ですね、こちらはワゴンタイプなのでね、ちょっと14インチの大きめのタイヤ履かされています。でここがね道具感があっていいですよね。ジムニーとかもこういう風になってましたけど、いわゆる雨どいね、はい、この雨どいがまた道具感があっておしゃれだなと思いましたけど、でこういう柱は、マットブラックで作られているので、本当ねいい意味でおしゃれだなって思いました。で後ろに回ってきていただくと、背の高さがかなり背高いなって感じですけど、ルーフスポイラーなんかもここについてましてね、でちょっと開けてみますよ。結構ね一歩下がろうかなっていうぐらい大きな感じでございます。はい。でねこれここのねこういう棚っていうの、あとこのホールっていうの、これがミソでして、今回ねいろいろな、なんていうのかな、オプションがあるんですよ。でしかもこうメーカーオプション、ディーラーオプションでですね、形がぴったりそうようなアレンジできるものがたくさんあるんですね。例えばこういうとこにこうフック、上の方もつけれるんですけど、こうフックだったり、あとここはねこう棚にもできるの。だから実はね2段ベッドとかも用意されてるんですよ。本当にね遊びに使うにはすごく面白いというか、そのベース車としてはよくできてるなって思いました。でこの辺りにもなんか荷物入れもちょこちょこありますし、ここにアクセサリーソケットなんかもねついちゃったりとかして、はい。で後でやりますけど、あれを見てお分かりのようにですね、シートスライドもするんですよね。普通のねワゴンじゃないやつはスライドしません、商用車なので。でもこれはワゴンなので、そういったところの使い勝手も考えられているんですよね。ちょっと動かしてみるかな、後ろからちょっとね見えるかなと思う。これ倒すことができるんで、ちょっと倒してみますよ。まずこうだね、でこうでこうして、でこれを引っ張ってよ、こうだ、はい、ちょっと反対側もやってみます。
やり方覚えちゃえば結構簡単。まずスライドを一番後ろまで下げて、こうやって背もたれを畳み、でこの横にストラップがあるんですよ。でこれ引っ張って前にこうカチャンってやるだけなんで、まあ私でも全然楽勝でアレンジができます。こうやってやるとどう？かなり広いよね。余裕で寝れると思うよこれ。うんと、ちょっと乗っちゃう。あ、これもね、これぐらいの高さだから私でもすっとね、お尻ついて乗り込めるぐらいの高さですけど、まあちなみにちょっと私が、あ、全然余裕だなこれ。まっすぐ寝てもまだ2列目シートの頭ぐらいまでしか行かないので、斜めに寝ればもう全然余裕っていうか、まっすぐ寝てこれダブルベッドで使えるんじゃないね、ぐらいです。でさらにちょっと最高荷物広いをやるからちょっと待っててね。最高荷物広いはですね、実はよいしょ、最高荷物広いはね、これがね前倒しできるのよ。こんな感じ、こういう風にすれば、はい、さらに長いものも詰めてしまうという。でああいうとこ埋めたりとかね、でこうピタッとね、こうなんていうの、このサイズに合ったマットも実はスズキでは出しているんですよね。でさらにこれハイルーフだから2段ベッドにして、4人寝る方もできるっちゃできるよね。でさらにね、こうベッドにした時って荷物どうすんだってあるんですよ。2段ベッドにすれば下に荷物入れて上に人が2人寝るとかもできると思うから、本当にね自分のお部屋として活用できると思います。あとはこう上の方にこうやって、よく釣りのね長い釣り竿を入れてとか、まあ本当テーブル置いてとか、もうなんかいろんなことできてちょっと面白そうです。はい、では運転席乗ってみたいと思います。結構なんかドアしっかりしてんな。よっ、これね、ステップあるけど、まあスッと乗り込めるぐらいの高さですよ。でシートリフターはさすがにないんですよ。でスライドと、でも結構スライドするね、結構スライド相当するな。大きい人でも全然問題ないと思う。で背もたれと、で、あ、これがついてるよ、チルトがついてます。これありがたいね。なのでなんだろう、意外とね乗用車ライクのポジションが取れる。うん、そんなになんていうの、こういうバスですみたいな感じがないですね。これ乗りやすいと思う、すごい。まあ視界はもう言うまでもなくよく見えるんですけど、この辺ちょっと見えにくいかなって一生思うんだけど、あそこの下にね補助のミラーがついてるし、なんて言ったって鼻先がないからそんなに気にならないと思う。はい、な感じです。でここ一段下がってるからね、ここがね効いてて、要はガードレールとかそういうのはね、曲がる時とかちゃんと見やすいとか、そういうのはすごい考えられてるのがいいですよね。じゃあこの状況で後ろに行きたいと思います。じゃあこれで後ろに行ってみたいと思います。ちょっと待ってね。でね、後ろ実はあっち側から行ってもいい？ちょっとこっちに来てほしいの。見せたいものがあるんです。この辺りに注目してください。ほら、オートステップ付きなのよこれ。はい、でオートステップが付くとここの高さがね22センチになるから、ここだとね390あるんですよ。だいぶ低くなるので、まあ、小さいお子様とかね、あとまあご年配の方とかスッと、でここにねちゃんとグリップもあるから乗り込みやすいと思う。これすごいいいよね。はい、じゃあちょっと勝さんポジションを取っていただいて、まあ今ね私はこれめちゃめちゃ広いですよ。猫あげたとして、あ、ここちゃんとアームレストもあるよ。へえ。でこういうとこにグリップもあるし、ボトルホルダーでしょ。でちょっとガラス、母さんちょっとオンにしてもらえる？あ、下がるのはこんぐらいだね。うん、でもねプライバシーガラスになってんだね。はい、ありがとうございます。でこっち側はポケットだけど、こっち側はテーブル見たくなってるのね。だから前倒しして
いろいろ使ったりすることもできます。そこでいいですか、はい、まあ言うまでもなくめちゃめちゃ広いのよ。もうここで私が正座できるぐらい広いので、ね、面白いのはね、例えばね、これをこうやってやるとなんかお座敷みたいでよくない？だからなんていうので、これを倒すこともできるから、こうやってなんか中でくつろぐときはこういうのもちょっとねありなのかなって思っちゃった。普通のねフルフラットもできるんで、この後お見せしますが、なんかこういうお座敷タイプも面白いです。ではシートアレンジちょっといろいろお見せしましょうかね。まずこの助手席の背もたれを前に倒すと、まあ背中側がテーブルになります。で、あとはですねフルフラットもこれできるんで、ちょっとやりますね。ですね、これが、まあ、フルフラット状態になります。まあ今ねこんな感じでくつろごうかなと思って、私はこんな感じで今セットしましたけど、とても広いね。全然あっちまで行かないぐらい、まあこっち側向きでも逆側向きでもベッドになるという感じでしょうか。でこの広い広い後ろの席なんですけど、実は180ミリ、ね、結構な勢いで、前後することができるんですよ。で一番前まで出して、これ今一番後ろなんですけど、まだ全然膝元に余裕があるんだよね。だから本当に広いのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。はい、ではね運転席周り見ていきましょうか。まずね目に入るのはこのオーバーヘッドシェルフ、まあオーバーヘッドコンソールですけれども、穴は開いてないタイプなんですね。よくねこういうとこね穴が開いてて、荷物入れ忘れてないか見えたりとかするのありますけど、結構ねスペース的には広いのでいろんなもの入れられると思います。でライトは残念ながらついてませんが、鏡は運転席にも助手席にもついているので、まあ、こういった気遣いは嬉しいですよね。でこちら側はないんだけど、こっちはちゃんとここにグリップもあるし、ここにもグリップあるし、で運転席もここにはグリップがあるので、そういった意味ではいろんなとこを掴んで乗り降りしたりとか、あと逆になんていうの、これを車中泊で使って目隠ししたい時、ああいうとこあるとね止めるのに便利かななんて思いました。で、ドアポケットのところはこういうね細長い、まるでマジックが入りそうなこういうスペースもあったり、で下にはまあドアポケットとボトルホルダーでしょ。でここにカップホルダーがあって、でここに物入れで、ここもちょうどスマホが置けるぐらいの物入れになってるんですね。でここはまあグローブボックスでしょ。でここにフックがあります。で USB が2つある、A と C がある、今時だね。でここにはまあ昔はこれねタバコの灰皿で使ったんでしょうけど、今もタバコ灰皿ダメよって書いてあって、カードとかを入れるケースですね。でここにもあるんだよボックスね、いっぱいあるんですよ。でさらにですね、ここ見えるかな、ここにオートステップのオンオフのスイッチで、これリアのねヒーターの風を送るやつね。でこれは後ろのドアのスライドドアのオートするかどうかみたいなスイッチです。でこれ運転席のシートヒーター、これもついてます。でさらにですね、この辺りにいろんなスイッチまたありまして、一番まあポイントなのはこれかな、 4WD のロック、そしてオートでフォグランプでしょ。でここは運転席側から後ろのスライドドア開けるスイッチですね。で、まあ、あとは安全装備のオンオフだったりするものなので基本的にオンでいいんだと思うんですが、でここのハンドルのところには、オーディオのボリュームとか、あとスマホのね、電話のやつとかもついてます。まあ豪華よね、ちゃんと豪華ミニバンの査定のものついてる感じしますよね。はい、確かにね、こうちょっとはハンドルが普通の乗用車のタイプよりは寝てますけど、すごい寝てないので、まあ、比較的乗用車ライクに、まあ、普通のちょっとこうミニバン乗ってる感じで走れますね。これはほら全然さ、あんまりこうなんていうの、フラフラ感もないっていうか、ドアの開け閉めとか後ろとかも閉めてもあんまりペシャンっていう感じしないんですよね。結構ねしっかりしてんので、こう
エコで走ってるかどうかっていうのもこのメーターリングの中緑とか青とか光ったりそんなことまで教えてくれちゃってまあ本当にこれはまあ完全ミニバンだわね。音もねそんなにうるさくないんじゃないかな。でブレーキもね、うん、全然カクンってなんないし。で今回の一番のポイントは CVT になったんですよ。今までは4速オートマイだったんですけどエブリィワゴンこれね CVT になったのね。基本グレードでちょっと残ってるのもありますけど基本ほぼ CVT だと思っていただければいいです。でそれによって何が良くなかったかっていうと燃費なんかね 12% から 14、15% ぐらいだったかな。ちょっとごめんなさい今正確な数字がパッと出ませんけど少なくとも 12% 以上は良くなっているというのは間違いないのであのとても燃費1割以上だからね、まあ、15% だとしたら相当だよね。あのかなり良くなってますのでこれあの趣味の車としてね遠くへお出かけする方結構多いと思うんですよ。でそういった方々もとても燃費よりいいっていうのは嬉しいポイントじゃないですか。だから本当にあの躊躇なくというかその分ねこう趣味にも使えたりとか燃費っていうのはすごいいいなと思うんですよね。書斎としては全然使えると思う。仕事部屋としても使えると思う。こっからあのなんか K-Tube の発信もできちゃうんじゃないかっていうね、そういうスタジオも作れそうな気がします。前ねスペーシアベースの時とかもそういうのできるかなと思ったけどこれもいけますね。でも乗った感じが結構ほんとしっかりしてるな。なんかあのペナペナ感全然ないんですよ。でペダルもねサイズは軽自動車サイズでちっちゃいんだけどこの踏み応え感がそのペナペナって感じじゃないの。しっかりしてんのね。このエンジンですね直列3気筒の 658cc のターボでございます。で64馬力でトルクが95ニュートンメーターということですね。結構ね、まあ、力的にも問題ないし荷物たくさん積んでも余裕だと思う。 K のターボってねかなり力あるんですよね。で鈴木のねターボ結構力があるの で CVT はねワーンってうなるから嫌いっていう方もいらっしゃるんですが今の CVT ね結構良くなってるのでそんなことないと思う。それにあのやっぱ燃費がね良くなってるっていうのはすごいこの手の車だと嬉しいポイントなんじゃないかなと思うんですよね。ぐーっとこういうところでも全然なんなく力を発揮してくれます。今ですねこれ肉で走ってるんですね。でまあ燃費考えたらもちろん肉の方がいいですしこれでもそんなにねあの軽自動車ってやっぱり全幅が決まってるからどうしてもトレッドも決まるので背が高い車はちょっとねゆさゆさ感が気になるかなと思うんですけどそこまで気にならないの。でこれねちょっと 4WD オートにしてみる。はい 4WD オートにしました。あやっぱ全然安定感増すねやっぱり。あーなるほど。今日みたいにちょ風が強い日とかはね 4WD オートがいいかも。で今回ねさらにこの四駆にぬかるみ脱出のやつがついたんですよ。なんであのキャンプ場とかでちょっとこうドロドロになっちゃったりとかして抜け出せないぜっていう時もこうあのアクセル踏んでればこうちゃんとなんていうのかなグリップがあるところにだけ集中してこうガーッとかけてですね力をぬかるみから脱出できるようなモードつきましたんでそういう意味でもより万能選手力が高まったんじゃないかなというふうに思います。だやっぱりこれ買うんだったら四駆がいいよね、はい、と個人的には思いますけどね。というわけで本当にですね趣味に使っていただいても仕事感がないと思います。普通のファミリーミニバン感しかないと思います。なのでね新しい、まあ、モデルとして
チョイスしていただいて考えてもいいんじゃないかな。もう一つお部屋作ろうかなっていうので、あのスーパーハイトワゴンもいいけれど、こういうねワンボックスタイプの方がより荷物も積めるし、より車内のカスタマイズができるということで、こちらを選んでいただくっていうのもねありなんじゃないかなと思いました。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。